続いて、マーカーさんのブースにやってきました。金具をご紹介します。山津この右3つ、スクワイヤーの11、11っていうのは開放値です。ミニマムが3から、マックスが11まで、特徴は、非常に軽いです。軽量、女性にも最適ですし、これから始めてみようと思う男性の方の、パークスタイルとか、滑りに非常に軽くて適しているメニューです。次がこの2つ、カラーが2種類、白と黒ですね。グリフォン13、の ID といいまして、今発売されている、グリフォンと同じなんですけども、今発売されているそのグリフォンとこのグリフォンは、ID と名前が変わってて、バージョンアップしてます。で、何が違うかというと、ここですね、このコバ、ここが調整幅が広がりまして、普通のアルペンブーツと、ツアーリングブーツの、どちらも使えるようになります。で、開放値がこちらが13まで、パークとかで結構飛ばれる方とか、結構こうガンガン突っ込みたい、結構ハーなんですかね、トリックを結構される方は、一番ここがハマる金具だと思います。じゃあ続いてもらえる、こちらが、ジェスター16、形状は、グリフォンの、と全く一緒です。で、違いはカラーとあと開放値、先ほどのグリフォンは13までだったんですけど、こっちのジェスターは、16まであります。今の現行で発売されているモデルは真っ黒、なんですけども、来年のモデルからはジェスターも ID になります。なのでこちらもツアーリングブーツとアルペンブーツとどちらも使えます。で、一番端っこにあるこっちが、目立ってるカラーの、レッドなんですけど、これ今発売されているモデルと同じ継続品番で、ジェスター18のプロモデル、開放値が18まであって、非常に、強い金具、なので、あんまり一般の方にはちょっと正直開放値が強すぎて、強すぎるのであんまり勧められないんですけども、本気で選手をやってる人たちですとか、あと、オリンピックとか X ゲームとかでよく選手たちが使ってるメニューが、ジェスター18プロのこちらです。開放値強めでもかっこいいですね。ちょっと隣に移動すると、今年、マーカーの、こちらフリースタイルモデルのジェスターが、できたのが2007年で、今年が2017年ということで、こういう風に進化しましたよっていうのを、展示してあります。僕もここから使ってますね。かなりマーカーさんには大変お世話になってます。じゃあ隣に行きます。で、こっちは、ツアーリングモデルの金具になってます。じゃあ端から行きますか。こっちが、バロンの13、EPF バロンで、開放値が、13までありますね。なんでグリフォンのツアーリングモデルっていう表現が多分一番ハマると思うんで、こちらバロンの13。ちなみにこの EPF っていう、この EPF っていうのはここの下のプレートがあるんですけど、これがワイドな設計を EPF と言います。なので、パウダースキーとか、ちょっと太いスキーには、太い金具の方がしっかりパワーが伝わるので、こちらの EPF をお勧めします。
で隣、じゃあデューク16の EPF、 最初に紹介したこちらのバロン 13EPF と、よりも開放値がちょっと強いのがデューク 16EPF、 カラーとあと開放値が違います。あとはこちらのバロンと同じですね。で隣、こっちが F10 のツアー、これです。 F10 ツアーで、今まで紹介したこちらのちょっと違うのは、ここに EPF ってありません。で、ないのはですね、ちょっと見比べてみると、パッと見た目はすぐ分かんないかもしれませんが、ここのプレートの幅がさっきの EPF よりも細くなってます。なのでその分軽いですし、細板、ウエスト幅が細い板なのに使用が適します。で非常に軽いので、ツアーリングエントリーにも非常に適しています。でその隣、こちらが、ツアーの12の EPF、 今度はね EPF ついてます。なんで今紹介したこちらの F10 のツアーのよりも開放値が2上がって12まで、で EPF なのでプレートがワイドなものが、F12 のツアー EPF、まあ、こちらは結構パウダー付きはちょっとセンターの幅が太いたりで軽い金具をお探しの方におすすめです。でこちら一番最後のこのギラギラ光ってるこの2つが、キングピン10とこちらキングピン13、まあ皆さん知ってる方もいるかもしれませんが、ピンタイプの金具です。でここは横からこうバチッとこうはまるタイプですね。ここブーツをバンと押すと横からバチッと、あとヒールは踏んでもらうと普通の金具のようになってます。でここはクライミングサポート1段と2段、非常に簡単、そして非常に軽い。でこちらのキングピンは前圧って言って、こう金具の中心に向かってることを前圧って言うんですけども、こちらもしっかりかかってますので、安心して使用できるツアーリングモデルの金具がキングピンで、ちょっと値段が7万5000と8万5000でとなってますが、非常に軽くて信頼できるピンです。以上、マーカーさんの金具でした。